はい、ありがとうございます。はい、日いずる国の魔人がレベルアップ、レベル4はマックスかな。これで攻撃力32のコンボ数が13、正直コンボ数が13もあってもな、そこまでつなげないしな、だいたいもう途中でねドーンってやるんで、あーちょっと地上戦がだいぶしんどくなってきましたね。これね、これ空の戦いもちょっと心配になってきたな。大丈夫かな。ふぅ。さあ第5章第8節、皆無の眼下には焼け尽くされた大地、上空にも続々と帝国軍のモンスターが集結していた。皆無はドラゴンに乗り、女神が囚われているであろう空中要塞へと向かう。マジで？あんなラピュタ的なやつを落としに行くの？嘘でしょ？正直ね、 B さんね、覚えてないですね。もう ここまでもずーっとやってますけど全然覚えてないです。なんだ、あの巨大、あれか、空中要塞って。人間の力では到底作れぬ代物だぞ。人間の力では到底作れぬ代物、じゃあ誰が作ったと言うんですか。なんだ、何なんだ、なんだ、何これ、ちょっと何よ、何なんか火の玉的なやつが飛んできてるけど、何これは、なんだ、火の玉か、これ。うわ、何こいつの攻撃、こいつもホーミングしてくるのか。こいつの攻撃、こっちのホーミングを真似したな、パクったな。ものすごいホーミングしてませんでした今。うわ、なんかどんどん新しく強い敵が出てくるな。ほら、なんだ、怖い、ホーミングしてる。うわ、こいつもホーミングしてくるのか、怖え。なんとか当たらなかったけども、攻撃力は十分、単体で狙えば一発でいけるかな。怖い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 、来てる来てる来てる、めちゃめちゃ追ってる怖い、めちゃめちゃ追ってきてる、こいつの攻撃すっごい怖い。ここでちょっと一斉走者もったいないな、こいつら相手にはまだもったいないな。よし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 、人間の力だけで空中要塞など作れるものか。まあ普通に考えてそうだよね。天使の教会とは一体何なのだ。もう絶対もう人間の組織じゃないことは確かですよね。最初は人間の組織だったんでしょうけど、もはや今となってはもう多分化け物の巣窟でしょう。うわ、なんだなんだ、急に、あ、すげえ、こいつ何、テレポート、瞬間移動、孫悟空だと。テレポートしてましたよね、さっきね。あ、うわー、ホーミング避けるの難しいな。こいつらはホーミングしてない、ただのコウモリちゃん、序盤にも出てきた。オッケーオッケー、こいつらは、まあ、数が多いですけどそこまで嫌な敵ではない。いるな、結構いるな。はい、油断大敵、油断はしないでいい、一本じっくり、船頭さんもいてますからね。なん
だ。コウモリと、あのホーミング野郎がいるな。なんかメデューサ的なやつもいますね。先ほどの力がまた発現したと。封印破壊の儀式が始まったのだ。あ、ラピュタが動いてんの？起動してんの？ちょっと待って。大丈夫？じっくり一本じっくり。大体でいいよ。ただでさえ風込んだから。よし。うわっ、こいつ死ぬ直前に、うわー、ちょ待って、何これ、うーわ、爆発したなんか違う、死ぬ時に、ほら、うわー、そっか、爆弾岩的なやつか、こいつ。自分が死ぬ時になんか すごいホーミング弾を打ち込んでくるけど、お前は祈っとけよ。うわー、もちろんホーミングだ。くぅ、これどうやって避ける？怖い。もう来るんだけど、すんごい追ってくるんだけど、怖い。今うまくなんとか避けれた。祈るしかない。たまたまですよね。褒美を垂れてただ祈るがよい。そんな死にたくは祈っておる暇などない。よし、避ける。うわ、無理。リム、あんなんどうやって避けろって言ったの。ああ。すげえ追ってくる。まずいな。あのホーミングどうにかしないとな。よしよしよし。ちょっと待って、もうこっちも危ないよ。結構危ないよ今。危ないよ。まずい。うわ、やべえ、体力がない。オッケー、終わり？終わりじゃない。あ、これが要塞。これ以上は何か。あ、要塞に取り付けない、近づけないの。何か結界的なものが働いてるのかな。いや、とりあえずちょっと終わりましたけども、ちょっとね、ここに来てだいぶしんどくなりましたね。大丈夫かな。さっきは 2% で今回 9%。 うわー、結構じゃないな、かなりしんどくなってきたな。大丈夫かな。まあレベル上げしときますよ、最悪ね。さあ、ここからどうなるんでしょうか。でここで第6章ね。あ、ここか、竜の巣ですね。はい、じゃあ第6章空中要塞いきましょう。多分しばらくは空中戦になるんじゃないですか。第6章宿敵やつか、祭壇前。皆無は私にお任せを。あ、
ふりあいか。司教。あ、左のやつか。あ、こいつがなんか、ユーバルト、なんか、そそのかしたというかね。俺は愛を知っている。天使への愛、君への愛。一瞬ちょっとね、どこに振り合いがいるのか分かんなかったっすね。ユーバルト、赤い黒装束じゃなくて赤いドレスを着てんのか。あのユーバルトみたいにね、一方的に女性に自分の愛を押し付ける男ってどうなんでしょうかね。一方的に押し付ける愛って正直めんどくさいですよね。思いとかいう話の以前に何こいつってなりますよね。はい。女神振り合いが囚われし空中要塞、怪物たちの届かぬ高みから愛に溺れし親友ユーバルトが舞い降りる。情熱に輝くその眼にはもはや振り合いの姿すら映ってはいなかった。めんどくさそうですよね。本当にユーバルトはめんどくさそう。来ました。お前に今の俺を倒すことができるか。あ、一騎打ち。望むところだよ、バカだね。なんか残像しません？残像剣。うわ、何これ。お前急にやめろや。ちょ、何何何、お前残像剣だからずるくない？ちょっと待って強えな。あ、危ない。の野郎、バカ野郎、なめんじゃないよバカ野郎。当たってない。当たってない。当たってない。全然当たってないな。当たった。やっと一回当たった。あんなに打って。死ね。強えな。早い。回避行動早くね。すごい残像剣なんだけど。あし、当たった。よし。誰だ。あぶね。ほらすごい残像剣。おら、こっちも撃てるようになったけど、なんとか必殺技撃てるようになったけども、まだ撃たない。切り札は最後まで取っとく。うわ、ちょっと待て。当たった。よっしゃ。当たった。うん、強いな。てかカッチカチやが。カッチカチな上に速い。しかも避けるのがうまい。当たらないんですよ、なかなか。当たれ。よし。あっぶね。すげえ避けてる。幕の内一歩張りの避け方ですよ。すげえな。くっ。
おお。やべ。つえな。よし、避けた。うまい具合に避けた。よし、当たった。こっちも当たった。つか、すっげえか。チカチカが。やばい。ユーバルトが壊れてる。これ勝てっかな。当たらない。あぶね。魔法使わないとダメかな。今もうさっき2回使っちゃったから、魔法攻撃が全然当たんない。うーわ、こいつうめえな、うめえな。すれ違いざまにドコーンと。よし、一発当たった。いやー、頑張ってんだよ、こっちも頑張ってんの。心の底から。よし、当たった。うわ。いけっかこれ。どうなん。危ねえ。うわっ、くぅ。まずいぞこれ。うまずい。オッケー。これ一定ダメージ与えたら終わりみたいな感じか。あぶねえ。天使は飛ばせん。あっぶね、杖。今ぞ。ついていけ。あぶねえ、ユバルト杖。とりあえずなんとかいけましたね。よかった。ギリギリの戦いがちょっと続いております。面白いですね。4%。4% だ。もう全部一桁台だもんな。ちょっとずっとギリギリの戦いで、精神的にもちょっと追い詰められてる。じゃあまたちょっとここで一旦切りますね。これは次は城内かな。じゃあ一旦ここで切ります。またよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。